楽しみにしてるぜ。全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前は大木戸じゃ。今日は伝説ポケモンを自分の力でゲットするために、ウルトラワープライドの研究調査を始めていきたいと思うぞ。いい出会いがあると嬉しいの。早速ウルトラワープライドにピッピカチュー。あ、だんだんスピードが落ちてきちゃったかな。これ吸い込まれないように気をつけながら、ここ入ってみようかな。ピッピカチュー。3554光年先のワープオールに到着した。あれ、わし頑張って3550何光年先まで来たのに、出会う敵は普通のポケモンなんじゃな。このゴミカス野郎、お前伝説出せこら。もう最初からなんか先行きが不安じゃの。まあソフトリセットでいいか。もう最初からソフトリセットすればよかったな。あ、痛い痛い痛い。ここ入ってみようかな。あ、入れない。マジで。まあいいや、もうちょっと奥まで頑張って走って、ソルガレを頑張れ。あ、入んなよお前。わしのなんか思いに反して変なとこ降りやがったぞ。焼き鳥ね、めんどくせえからソフトリセットしよう。頑張れソルガレを、まだ走っていける。さあこっから先ね、ちょっとね、青い玉がいっぱい増えてくるので、まあ、このわしのね、もう老人のね、この、ああ、避けらんねえだろ、今の。なんか綺麗だけどさ、癒されるの。ここで特性シンクロについておさらいするぞ。特性シンクロはパーティーの先頭に置いておくと 50% の確率、つまり2回に1回はシンクロ持ちポケモンと同じ性格のポケモンが登場するんじゃな。今回はシンクロケーシーを使って、ケーシーと同じ性格のポケモンをゲットできるようにしていくぞ。2分の1じゃからな、2回に1回、結構いい確率じゃの。カブリン、フェローチェってこんな鳴き方するんじゃな。カブリーンって言ってこい、ケーシーな。ほら、サザメケ。あれ、これワンチャンわし死ぬんじゃね。あれ、サザメくれたらわし終わりじゃね。これワンチャン、やばい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 と見せかけて、タスキで耐えてゆく。でばっくり眠らせて、んんんチュー、はいゲット、お疲れ様。なんで控えめなんだよお前。やんちゃシンクロしたよ。なんで控えめなんだ、ポケー。うん、ゲットじゃぞ。いや、今度こそシンクロ成功してくれてると嬉しいの。だからさ、なあ、やんちゃもうシンクロしてんのに、なんで慎重なんだっつーの。ポケー。頑張れ。頑張れ。頑張ってゆく。嘘だ。ほんまに言ってんのお前。もうシンクロでしょ、やんちゃじゃん、臆病。どないやねんお前。チューゲットじゃぞ。ピッピカチュー。だからさ、おいケーシー、お前仕事しろ、シンクロやんちゃ。お前何回外してんだ、ボケ。カスが、おいしんどけよ。おい、もう5回目ぐらいじゃない、このフェローチェ。チュー、よーし。チュー、よーし、ゲットじゃぞ。ピッピカチュー。ピカチュー、よーし、またゲットじゃぞ。ピッピカチュー、きたー、やっとフェローチェのやんちゃな性格、あー、来てくれたのー。ん、ピッピカチュウ。まあいいや、王冠使えばなんとかなるじゃろ。うん。お、確定。来た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 。これ確定じゃろ。4276光年先のワップホールに到着した。あたりからただならぬ存在感を感じていく。チチチチゾ。さあ、レジスチルと出会っていく。ロトンパワー解放ロト。ん、チュー、よーし、ゲットじゃぞ。ピッピカチュー。だからさ、おいフーディン、こら、お前な、シンクロの意味を。ピカチュー、よーし、ゲットしていく。ピッピカチュー、ピッピカチュー。
ピッピカチュウシンクロだよ。ねえ、仕事してフーディン。はい、即死しねえんだなフーディン、お前。ああ、いらねえ。その麻痺いらねえ。もういらねえんだよ。いらねえんだよな麻痺はな。ほんと与えてガッサ耐えないんじゃな。急所引いていく。むちゃくそが。ロトンパワー解放ロト。目覚ますの早すぎるぞお前。もう一度眠らせて。ピカチュウ。よし、今度はしっかりとゲットしたぞ。ピッピカチュウ。よし、じっぱり。ジャッジ、ピッピカチュウ。まあ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 。まあ、妥協。やっぱ妥協も大事じゃな。